はい、おはようございます。タンサン生態のアンジです。今日も生徒動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日もですね、タンサン生態の効果実証済みのですねコンテンツをあなたに配信していきたいと思います。今日はですね、この肩こり頭痛をですね一瞬で、消すセルフケアですね、この話をしていきたいと思います。これですね、患者さんにもそうですし、治療家さんって結構ですね、自分が肩こってるとか、自分が頭痛持ってるとか、腰痛いとか首痛いとか、いろんなことを言われている治療家さんって多いと思うんですね。自分のケアをなかなかしない、まあ、する時間がないとか、そういう方おられると思うんですけども、僕もその中のうちの一人だったんですけども、これですね、セルフケアっていうのをですね自分でやることによって、体の調子を自分で上げていってですね、これをですね次患者さんに伝えるっていうことをやっております。でですね、今回この肩こり頭痛っていうのはですね、僕いろんなその自分も施術したりとかしてもらったりとかでですね気づいたのがですね、このこの三頭筋、ね、上腕三頭筋って筋肉ありますね、この後ろのここなんですけども、これをですね、緩めることによって、この肩こり、この肩の痛みが軽減したりとか、この肩こりからその首のですね、強さの運動付きに関係している筋肉がですね、柔らかくなるっていうことを僕はやってるんですね。これをですね、やっていきたいと思うんですけども、その前にですね、僕は、自分でも使っているこの、これですね、これを使ってます。でこれをですね、まず、ここにサンプルがあるんですけども、これを左手の三頭筋にってかけます。でまあちょっと冷たっていうか、まああんま、まあ、暖かいが気持ちいいんですけども、これをかけた後にまあこのペタペタペタとこう炭酸を染み込ませるような感じで、こうむぎゅむぎゅむぎゅとむぎゅむぎゅむぎゅと揉むんですね。こうつまむ筋肉をこうつまむような感じで、まあ、痛気持ちいいとか痛いとかおっしゃる方おられると思うんですけど、これ痛い時はですねもう相当肩が凝ってます。でこの肩の痛みをほっとくとですね頭痛になったりするんですね。で僕はですねここを常に、こう自分でですね筋肉をこうむぎゅむぎゅとしております。でこれでですね肩の腕が軽くなって肩の動きがすごい楽になるんですね。でこれをまあ自分でセルフケアでしてやってるんですけども、これはですね患者さんにもお伝えしてます。で患者さんにもお伝えすることによって、言えばその二の腕のこの筋肉柔らかくすることによって、この二の腕がこう細くなるとか、この炭酸を使うと効果が出るとかですね、効果が出るとか、いろいろそういう喜びの声をいただいてます。もしですねあなたが自分の、まあ、自分がセラピスト治療家でですね肩が凝って頭痛がひどいのであればですね、一回この三頭筋ですね、ここをですねこう炭酸をかけても結構ですし、かけなくても結構なんですけど、こうマッサージ、こうムーグムーと筋肉をですねつまんでいってほしいと思います。これはですね僕施術でも使ってますので、ぜひですね参考にしてください。はい、まあ、こんな感じですね。今日は肩こり頭痛をですね一瞬で消すセルフケアの話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。